どうも、こんちゃでございます。どうも、こんちゃでございますね。こんなの売ってたんで買ってきました。TRI ラーメン大賞、名店部門、豚骨1位、うまいよ、ゆうちゃんラーメン、鬼うまスタミナ、ど豚骨。ラーメン、きら星。なんかいろんなことが書いてあるんだよね。いろんなことが書いてあってですね、まるちゃんのラーメンなんですが、何が何だかよくわかんないんだよ。あまりにもですね、この、あれが多すぎるんですよ。就職後が多すぎてですね、何が何だかよくわかんないラーメンなんですが、うん。どうもですね、その、きら星っていうラーメンと、ゆうちゃんラーメンという二つのお店が、なんか、夢のコラボって書いてますね。夢のコラボ。一体何なんだこの夢のコラボはっていうですね。そういうラーメンなんでよくわかんないんですけど、まあ食ってみるということでございますね。で、中がですね、こんな感じですね。中こんな感じです。でね、値段そんな高くない。こうやってね、有名ラーメン店のコラボのラーメンって300円とかさ、下手すと400、一蘭とかすっげえ高いじゃん。バカみたいね。これはね、120円で安かったんで買ってきたってことなんですけど、まあこれで美味しければ当たりだよね。うん。いろいろ書いてあるんですよね。うん。TRY ラーメン大賞、名店部門、豚骨1位、というので、まあ、要するに二大巨頭で争ってる店があるらしいんですよ。で、ラーメンきら星っていうのと、ゆうちゃんラーメンっていうので、こう争ってて、星野さんっていう人と千葉さんっていう人がそれぞれ経営されてるみたいなんですけど、それを二つを監修が一緒で共同で作ったラーメンだというような感じでございますが、実際作ったのは東洋水産、まるちゃんでございますが、そういったやつで120円で売っていたラーメンということでございますね。はい。何なんだかねって感じですね。で、まあ、こうやって、例によって早く食いたいときは、こうやって中をツンツンすると早くできるわけですね。で、特製スープっていうのが入っていって、で、お目安、うん、そうですね。で、これをまあ中に入れると、あ、なんか真っ赤だ、このスープ。ちょっと見せようか。真っ赤。この特製スープって上に乗ってたんですけど、あ、これ真っ赤、これいい。これ、うわ、すげえ辛い、これ。うん、うわ辛いし臭い、なんか特製、あーこれか。なんかさ、最近のこういう豚骨系のさ、カップ麺ってさ、なんかこれもすんげえ豚骨癖、なんかやったらめったら豚骨癖油を最後にのせるパターンって多くね。なんか最近なんかそれでこだわってんのかね、これね。うん、あ、すげえ癖、これめちゃんこ臭いわ。うん、どうなん、この豚骨臭さが好きって人も結構いるんだろうね。でも本来これを、消すために紅生姜とか入れるんだけど、まあこんな感じでいろいろ能書きが書いてあるんだけど、うわー、なんかこの特製油入れた瞬間に別世界になりましたね。真っ赤っかになって、かつめちゃんこ豚骨臭くなりましたね。いや、これすげえ豚骨臭いな。なんか最近まるちゃんに限らずかな、なんか豚骨ラーメンでやたら無駄に豚骨臭くしてるとこない？いただきます。うん、色が赤い割にね、そんな辛くはない。色が真っ赤なんだけど、そんな辛くはない。うん、でもちょっと豚骨臭いね、やっぱな。うん、でもスープで希釈されるとそれほどきつくもないか。この特製スープ入れた瞬間は豚骨臭さが濃厚になってて、えらいことになってたけど、うん、こうやってみると、うん、それほどでもないかもしらんな。うん、それほどでもないかもしらんな。まあこんな感じですね、パッケージはね。うん、うん、麺は普通、安いまるちゃん。まるちゃんちってもいろんな麺のグレードがあるけどさ、これは、一番安い、一番美味しくないまるちゃん。まあ値段が120円だからね。うん。
麺はね、だからいまいち。で、スープはね、そんな辛くなくて、豚骨の匂いがうわっとくるんだけど、やっぱり120円だけのことはあるな。量的にはたっぷりしてるようだけど、カロリーが440キロカロリーかな、これ一杯で。そんな感じですね。なんてコメントしたらいいのかね。具が何も入ってないね。ちょっとね、刻みネギが入ってる以外、なんか謎肉、謎肉みたいな肉も入ってないし、シャーチューもチナシクもナルトも何にも入ってなくて、ネギが入ってるだけ。で、麺も別に、まずい方のマルちゃん、美味しい方のマルちゃんじゃなくて、安い方の普通のマルちゃんだし、この有名ラーメン店、きら星と、この豚骨部門、このそもそもこの TRY ラーメン大賞って一体何なんだこれよ。TRY、あれ出てこない。あれネットで検索しても出てこないぞ。俺初めて聞いたぞ。TRY ラーメン大賞。講談社がやってるんだ。講談社がやっている。講談社がやっているのか。それで本を出してるんだ。TRY ラーメン大賞っていう本を出してるわけですね。買ったことね、俺初めて知ったぞ、こんなの。でも、2015から2016年で、第16回って言ってたから、結構長年やってはあるんですね。長年やってはいるんだけれども、まあやってますみたいな感じですね。ちなみに1位はどこなんよ、これ。今年の。最新の1位はどこなんこれ。でも集英社もなんかまた記事出してるね。よくわからん。少なくともこのカップ麺はいらないな。ニラとネギが入ってるだけで、別にって感じ。これは100円ぐらいでこれぐらい。量はちょっとたっぷりしてるけどね。普通の100円のカップ麺と同じようなもんでございまして。値段も120円だからね。そんなもんかな、みたいな感じですね。なんなんこの、TRR ラーメン大賞ですね。集英社オンラインの方から、ラーメンなんとかっていうのが出てるんだけどさ、高えラーメンだな。しかしこの大賞取ってる ラーメンとかね、本当に値段が、もう最近1000円の壁超えちゃうの普通みたいになってきたよね、ラーメンね。いわゆるこういうなんとか大賞とかさ、やるようなラーメンとさ、
まあいろいろさ、世の中大変でございましたね。ラーメンもいろいろ文化がね、うんうん。でも結局俺は日高屋か満州に行っちゃうんだよな、ラーメンっての結局、うん。なかなか冷静に考えるとさ、結局チェーン店に行き着いちゃうんだよね、うん、うん。なんか高級ラーメンとか言ってもなんかそれほど差を感じないんだよね、値段が高いだけでさ。なんかいろいろあるじゃん、1000円以上のさ、なんか薄いさ、あの透明系の塩味とかさ、うん、だいたい透明系の塩味が最近多いよね。まあ、うん、あとはもう一時期あのぐっちゃんぐっちゃんに似たさ、あの豚骨醤油みたいなさ、あの白湯系のやつが多かったんだけど、最近また透明系のやつが増えてきたけど、うん、どうなんかね、こういうのって回るのかね。まあ人気商売だからね、大変だよね、うん。何事も本当ね、人気商売って大変。俺もね、 YouTube やるようになってきてね、本当この再生数稼ぐのがなかなか大変だなって思うのは最近すごいね感じてる、うん。ラーメン店も一緒だよね、お客さん来てくれないとね。よくあのラーメン店なんかさ、前通りかかるとさ、店、まあラーメン店飲食店でさ、店主の人がお客さん入ってこないかなと思ってじーっとさ、あの店のさ入り口をさ、お店の中から睨みつけるようにさ見てるさ、お店って結構あるけど、あの気持ち最近よくわかるわ、うん。動画アップしてさ、再生して食っていいかなーみたいな感じでさ、うん、なんで再生されないんだろう、万年だろうってあの悩む気持ちみたいなね、あれと似てるよね、うん。さてそんな感じでね、はい、トライラーメン大賞名店部門豚骨1位ゆうちゃんラーメンとラーメンきら星のコラボ、ということで、マルちゃんラーメン、鬼うまスタミナドトンコツというラーメンでございますが、普通の100円ラーメンだと僕は思ったんで、まあ多分100円ラーメンと考えれば別にそんな、うん、損したという気もないんですけどね。まあ、トライラーメンってのも俺初めて聞いたわ。うん。まあそんな感じでございます。はい。以上になります。どうもありがとうございました。